食べきれるよね。こう、ブレてないもんね。そうだね。一夜ケツブルブル動くじゃん。体をできるだけ動かさない。超綺麗だよな。動かないの？すっごいもうコアに。へぇ、私楽しすぎかな。足グッと押すんだよ。踏ん張るんだよ。足踏ん張ってグッと力入れるみたいな。そう。きつい。あ、いいじゃんいいじゃん。バインバイン。ドリルはプランクソー10回繰り返し、コアを意識しながら腕と足を使って前後に動きます。ダメだ、タオル足りない。じゃないからまだ酸素良くなったね。うん、酸欠きた。はい、ツイスト。では始めましょう。左足へシットアップツイスト。10回繰り返し、体をひねり、曲げた膝の内側に肘をつけます。
るよね。イメージしただけでなんか怖かった。しようぜ。いいでしょ。したい。髪の毛やっぱすごいね。シャッとすっごい綺麗だもんね、これ本が。ちょっと見にくい。すごいと思う、無理。こんなグニャンと曲げてさ、グニャンと沈むの。それもまた、したら。楽しい。どんどん皮が伸びてくる。いらないくらいかも。ちっちゃいのつけたらいいんじゃない。
私何回やってんの。足はしっかりと床に押し付けます。つま先は伸ばすか曲げるか自分のやりやすい方法で行ってください。20頑張りましたね。この調子で続きましょう。11時20分。